セベクエムサフ1世は、古代エジプト第十七王朝の第二代、または三代ファラオ。資料によっては、セベクエムサフ2世とも紹介される。即位名は、セケムラー・シェドタウイ。第十七王朝時代の神殿碑文から、後継者のセケムラー・ウェプマート・アンテフとネブケペルラー、アンテフの父親であることが分かっている。また、口述するように同じ王朝の王、セケムラー・ウアジカウ。 セベクエムサフの息子であった可能性がある。セケムラーシェドタウィセベクエムサフがセベクエムサフの名前で呼ばれた何人目の王であったのかは彼を第十七王朝の家系図のどこに配置するかによって変わってくる。テーベの王家には彼とは別にセケムラーウアジカウセベクエムサフという王がいたことがわかっている。この王には セベクエムサフという同盟の王子がいたことが判明しており、一部の研究者はこの王子が、シェドタウィ・セベクエムサフと同一人物であると考え、二人の王が親子関係にあったと考えている。この場合、ウアジカウ・セベクエムサフが、セベクエムサフ一世、シェドタウィ・セベクエムサフが二世ということになる。だが一方で、ウアジカウ・セベクエムサフは、 シェドタウィセベクエムサフの息子であるアンテフ6世の王妃の兄弟である可能性もあり第17王朝末期の王セナクトエンラーの父親か兄弟である可能性もあるそのため研究者によってはウアジカウセベクエムサフをシェドタウィセベクエムサフよりも後の世代の王と捉え前者をセベクエムサフ2世後者を1世と呼んでいる場合もあるこの記事では 最新の資料である、前景図付けエジプト歴代王朝史に従って、セケムラーシェドタウイセベクエムサフを、セベクエムサフ一世と表記している。ラムセス9世の時代に横行した、王墓洞窟の裁判の記録である、墓泥棒のパピルスでは、セベクエムサフ一世の墓が盗掘を受けたことについて、言及されている。犯人のアメン神殿の石膏の息子は、6人の、 共犯者と共に横穴を掘って侵入し、王と王妃のミイラの服飾品を剥ぎ取った後、棺を焼いたという。ありがとうございます。